ブチギレ方を教わろうかなって今日いやいやいや、普通にちょっと舐めてるやついたらね、まあね、舐めた方がそのためになるからね、はい、僕らが経験上を身につけてきたデータだったりとか、うんうん、まあそのエクスペリエンスをちゃんとその表現してあげるっていうことは、はい、もうすごく徹底してやってますね。皆さんこんにちは、プラレスアカデミアの吉村です。はい、今回アマソラクリニックにお邪魔しておりまして、受験生版タイガーファンディングで一緒に出演させていただいてます、ドラゴン細井さんです。よろしくお願いします。はい、医学部受験塾メディケット塾長のドラゴン細井です。お願いいたします。お願いします。ちょっとまあ、普段のねクリニックの仕事の、まあ、お忙しい合間を縫ってちょっと撮影協力させていただいたということで、でもテーマとしてやっぱり皆さん気になってる、まあブチギレ会とかあったじゃないですか。はいはいはい。私初めて出たあの中山くんの時、はい、今日もちょうど上野で仕事で行ってたら歩道橋の上で声かけられまして、はい、やっぱり中山くんの回見たっていう人が多いんですよ。おお。っていうのもあってやっぱり細井さんイコールブチギレみたいなあると思うので、はい、あの中でブチギレるの細井さんだけじゃないですか。はいはいはい。ブチギレ方を教わろうかなと思って今日。いやいやいや、まあブチギレたくてブチギレてるわけじゃないんですけどね。まあ普通にちょっと舐めてるやついたらね、まあね、舐めた方がそのためになるからね。はい、ただやっぱ僕あの場初回だったんであんま笑わなかったですけど、多分素で言ってたら僕大爆笑してるんですよ。マジかみたいな、笑っちゃうタイプなんですよね。ただまあ教育上考えると絶対叱ってあげた方がいいってわかるんですけど、はいはい、小和尚さんも。みたいになってるし、そうですね。完全にゆでだこ状態ですね。はい。でも誰全く怒りの感情ないところからぶつけてるわけじゃないと思うんですけど、はい、どういうところで差し込んでいってるんですかって。いや、まあ普通に考えてですよ、はい、まあ彼が、はい、一般就職したら多分初日にぶち切れられると思うんですよね。はいはいはい。まあそのノリですよね。あ、なるほど。一般常識的に不具合というか、はいはいはい、ちょっとね、買ったパソコンがぶっ壊れてたら切れるのと一緒みたいな感じですかね。いや今日新品やろかみたいな。まあ彼の場合はその修理して直してきた状態でぶっ壊れてるっていう、まあね、そうですね。まあ、なおブチ切れるところですよね。はい。初回の時も、はい、まあ、徐々に様子見ながら、ん？何言ってんのこの人みたいな、なって、知ったという感じになりましたけども、もう今回はね、まあ、修理出して、はい、まあ、戻ってきましたよね、まあ、パソコンね。したらいきなりフリーズするみたいな。確かに、なるほどね。いや、どうなってんねん、これ、みたいな、なりますよね。だから、まあ、切れたってことですね。まあ、なんで、吉村さんがいないところで、はい、まあ、みんなのボルテージは結構、まあ、温まってたというか。そうですよね。やっぱ画面越しで見る僕と違いますもんね。彼の動画200万回以上回ってて、はい、っていうのもあって、そこで知った皆さんって次の安岡君回とでこの前の吉田君のやつ、はい、毎回コメント欄にキレてないみたいな、はい、いつブチ切れるんだそわそわみたいなのがあったんですけど、やっぱりまあ初めての、まあ、子供たちで言葉遣いがとか、見事に安岡君と吉田君2人ともまあお母さんとかそういう感じの発言してたと思うんですけど、はい、まあ、一発目じゃまあキレられないってことですね。まあそうですね、はい、てか何を発言しても、はい、そのバックグラウンドがそこそこ整っていれば、うんうんうん、別にちょっとしたミスってそこまで取り上げられないと思うんですけど、はいはいはい、まあガッチガチにやって、まあそこからさらにミスるとそれ突っ込まれるでしょうみたいな、まあそうですね。まあまあ渡部さんがもう今後なんかしたらまたブロックと言われるでしょうみたいな。まあ確かにね。もう何言ってもトイレ問題になりますよね。はいはいはい、はい、っていう感じですよね。なるほどなるほど。でもやっぱり絶対見てる方、まあ特に志願者で応募しようって考えられてる人なんで。はい、細井さんのブチゲをいかに回避するかみたいな多分思ってると思うんですよ。細井対策みたいなしてくるんですね。はい。だからこの直近の2人の子たちも絶対細井さんの方見ないですからね、普通に喋ってる時は。3枠、まあ、この前私だったんで私の方ずっと見たりとか、はい、山美さん行った時やった山美さんで松原さんの方をみんな見るんですよ。うんうん。で小林翔さんと細井さんの方はなるべく見ないみたいなっていうのがあるんで、まあ、結構皆さんビビられてると思うんですよね。まあ別にそんなに切れやすいわけじゃないと思うんですけどね。まあその当たり前ですけど、あそこはね一種のまあ試合の場だと思ってますから、はいはい、まあ隙があったらねそれはつけ込まれると思うんですけど、普通に礼節正しく理路整然と喋ってれば、はい、別にそんなにその理不尽に怒られることはないと思うんですけど。まあそうですね、我々教育者ですからね。まあそうですね。でまあ今後出演考えられてる方はね、ぜひちょっとそこは気をつけていただきたいところではあると思うんですけど、まあ、そうですね、はい、多分まあ就活でしょうが医学部受験でしょうが、
面接であの空気やったら多分ね、まあね、相当な活かした空気になりますよね、多分ね。動かされるでしょうね。でもそれこそ、やっぱり医学部受験とか、中受とかも見られてるのかなと。はい、中受も見てます。はい。ってなると結構親御様の振る舞い方とか大事じゃないですか。はいはい。入会面談とかで、結構そこでも厳しいこと言われるんですか？もうバチバチ言いますね。はい、親御さんにブチ切れるときもあります、ね。やっぱりそうなんですね。全然ありますね。親御さんとかも、はい、未熟な場合ってすごいあるんですよね。なんならその自分が受験してないとか、うん、独りよがりな勉強だったりとか、はい、指導、まあ、教育環境になってることが多くて、子供の言いなりだったりとか、逆に押し付けだったりとか、まあその辺っていうのはやっぱ正してあげないと、塾の役目としては彼らの、ね、思い通りにまあ操り人形ではないので、僕らは、うんうんうん、むしろ統計学的に正しい方向に向かわせていくっていうことが正しいと思うので、はい、この OK ラインからブレてればブレてるほど ものすごい逆襲が来るわけですよ ね、まあ、こっち戻ってこいよっていう話なんで、はいはいはい、まあそのやっぱりそのOKラインみたいなのは例えばありますけれども、うん、それが極端に狭いわけではないと思うんですよね。ああ、なるほど。はい。まあ確かにね、入るときにそのうちの塾では何でもかんでも言うこと聞いてやりますってなると、まあ続かないですし。そうですね。後からトラブルの元になりますからね。はい。僕らが何もコメントしなくていいってことは塾に来なくていいってことなので、はい、語気が荒ぶってるか否かに関わらず、うんうん、何かしらコメントをすることっていうのが企業に対する対価だと思うんですよね。はいはいはい、はい。ですから僕らが経験上を身につけてきたデータだったりとか、うんうん、まあそのエクスペリエンスをちゃんとその表現してあげるっていうのはもうすごく徹底してやってますね。あ、なるほど。そうですね。もちろんその喋り方、言い方、表現の方法がまろやかだったりとか、はい、まあ割と手厳しくいくっていうのはその結構担当講師によって違うんですよ、うんうんうん、で僕は一番トップにいて、まあセカンドのプロ講師たちがいてって、はいはいはい、まあそのプロ講師の中にもキャラがあるんですよ、うんうんうん、なのでまあこの過程にはどういうカラーで接してった方が最も効率的にこう化学反応が起きるかっていうのはよく計算してますね。でまあ割り当てるみたいな。そうですね。で講師とやっぱりそのプロ講師両方甘いもダメだし両方厳しいもダメなので、うんうんうん、チーム内にもこのコラボレーションが一番こう活性化エネルギーが大きくなる方向に向けていくっていう。なるほど、はい、まあじゃあ計算し尽くされた、まあ、チーム性ってことですね。そうですね。けどこれってまあロジックでなかなか語れないものなんで、まあ、そうですね。そうですね。そうですね。だからチームのメンバーが途中で変更になる場合ももちろんあります。あ、あるんですね。だからそこはまあやっぱりすり合わせていく。はいはいはい、お互いが、まあ、お互いを厳しく律して、うん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 、そして最高の結果が出ていく方向にまあ繋げていくっていう感じですね。なるほど。はい、医学部予備校へされて何年ぐらいになるんですか？もう7年、8年ぐらいですか？7期目ぐらいですかね。なるほど、なるほど。はい、大先輩ですね。ただ本職はまあどちらになるのかわからないんですけど、はい、まあそのクリニックもされててっていうので、はい、まあ叱るスキルというか、まあどういうところで培われたんですか？まあ基本的にはやっぱり自分も指導経験が多数あるので、そういった面でまあどういう反応をこの子にしたら一番成績が伸びたかっていう、まあ自分も今まで失敗してきたこともありますし、まあ大成功に終わったこともあるんで、そこで培われたスキルっていうのはまあ今の指導、僕って今病院で言えば教授的な立場なので、ダイレクトに生徒に落とし込むってあんまりないんですよね。まあそうですよね。そう、むしろその要はチーム全体の雰囲気だったりとか、要はその上につくプロ講師たちをうまくいい指導ができるようにコントロールしていくっていうのが僕の主な今の務めですね。やっぱりその相手を見る目、相手の性格を瞬時にその判断する能力っていうのがすごい重要なんですね、はい、教育においては、うんうんうん、ね、面談の最初の5分10分で相手のキャラクターと強み弱みを把握して、はいはいはい、まあ、弱みにつけ込み、そして強みを褒め倒すと、うん、まあ、そういうやり方をすることで当たり前ですけど相手はこの人分かってくれてるなっていう気持ちになりますよね、はい、そうするとやっぱりまあお子様預けていただけたりとか、はい、みんなで頑張っていこうみたいな感じになるのかなと思うんですけどね、うんうんうん、なるほど、はい、まあ、だからですね、なんてでしょう、最初その本家の方でも拝見させていただいた時からお医者さんっぽくないなみたいなあったんですよ。やっぱり普通に世間の医者をされてる方々ってあんまり組織持たないまま、まあ、トップとしてじゃないですけど、まあ、現場でクリニック持ってっていうやっていくんで、あんまりまあそういう細井さんみたいな教育者みたいな人に出会うことがなかったんで、うんうん、だからこの人一体どんな人なんやろうと思いながら動画見てて、はい、まあ、共演させてもらって今日ちょっとお話聞いてよかったなと思いましたね。そうですね、はい、やっぱりその相手の弱い部分っていうのを瞬時把握するっていうのは、はい、まあ僕もともと格闘技とかもやってますけど、はいはい、でもそれも全く一緒なんですよね。限られた時間の中で相手の動きの癖だったりとか、はい、攻撃した時にガードが下がる癖だったり、はい、そういうのを見抜いて、はい、まあそこを的確にカウンター取っていくみたいなところがあるんですけど、だからまあボクシングとか見ててもそのジャブを捨てて右ストレート当てに行くとか、
から、まあ、要はカウンターを取りに行くっていうのは格闘技の考え方とかも入ってるのかなと思います、ね、あ、なるほど、はい、空手とかですか。そうですね、極真空手。極真空手すごい、確かに体格いいですもんね。いや、まあ、まあそう、最近太っただけなんですけどね、まあ、結構トレーニングはしてて、まあ、そうですよね。そうなんですよ。そういうとこって、まあ、新しく僕より強い人いっぱいいて、はいはいはい、まあ、僕も全部動き読まれたりとかして、うんうん、上からもうコントロールされちゃう時もあるわけですね。相手をそのアンダーコントロール、はい、まあ、コントローラブルにするっていうこと自体がこのやっぱトークの中でもすごい大事で、まあ、向こうに飲まれちゃうと当たり前ですけど、まあ、そうですね。そうです。じゃあこっちは飲めるようにするにはどうすればいいかというと、はい、もちろんそれがおべんちゃらとかそのなんか付き合い場みたいなトークじゃダメで、はいはい、本質的なところを理解したりとか、やっぱ圧倒的な知識があるっていうことが大前提なんですよね。なのでそういう知識だったりとかバックグラウンドをしっかり持った上で、うん、ここの角度に弱いなっていうところをついていくっていうのが基本的な方針かなと思いますね。なるほど、めちゃくちゃ体系化されててびっくりしたんですけどいやいやいや、全然そんなことないですけど、けどしっかりねガード固めてくる子たちもね、確かに前回前々回同様いるので、はい、そうですね。まあ例えばけど前回の子なんて別にぶち切れでもよかったんですよね、うんうんうん、別にね。だからあ今日は違うんやと思って。そうですね、はい、まあ前回の早稲田のね未志望の彼とかは、まああんまりまあ言っても響かない子なんですよね多分、うんうん、何を僕らが言っても多分早稲田受験はするんでしょうって感じで、はい、なのでまあその子にまあガー言ってもまあやっぱりそのお互いロスが多いので、そうですね、そう、そういう場合はまあ尊重するっていうのも一つの手ですよね。なるほど、なるほど。まあ確かにまあシャッター下ろされて終わりですからね、聞きませんその話は。そうそうそう、お前とは合わんわみたいな感じになります。そうそうそう、なりますね、だよね。そう、だからまあそこにわざわざ突っ込んでくるっていうのはお互い体力ロスしちゃうんで、それはやらないといけないですね、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、ということで本日はマサロッククリニックをお邪魔しまして、ドラゴン細井さんに、まあ、切れ方を教わると言いながらいろいろ教育者としてのあの先輩からお話をお伺いする形になったんですけれども、まあ、これが皆さんのね、参考になればと思っております。また、うちのチャンネル登録者数とすごい甲斐があるんですけど、一応概要欄にも、まあ、メディケイトさんのチャンネルの方あの URL 貼らせていただきますので、まだチェックしてないという方が、まあ、仮にいらっしゃいましたらぜひチャンネル登録していただければと思います。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。